はい、こんにちは、今回は料理じゃなくてね、ヘッドホンのレビューになります。実はね、今まで使ってたヘッドホンがちょっと断線しちゃいまして、前回のナレーションですね、大学芋の時、前半ちょっと音がかぶってたと思うんですが、あの時は片側しか聞こえないヘッドセットでやってたんで、ちょっと音が回ってるの分かんなかったんですね。で、本当は高いのを買いたかったんですが、ちょっと予算がなかったんで、5000円前後で買えるお手軽なヘッドホンを探してみました。で、今まではソニー使ってたんですが、まあ、今回もソニーを候補に入れてたんですけども、たまたま音を聞いてね、一番気に入ったのはこれだったんですね。オーディオテクニカの ATH-AVA500 ってやつなんですが、まあこのヘッドホンは、まあ音楽を聞くというよりもモニターヘッドホンっていう部類に入りますね。ですので低音がいいとか高音がシャカシャカ響くとか、そんな感じではなくて、原音ですね、元の音を忠実に再現するものと考えた方がいいと思います。なので用途としては動画の編集に一番向いてるんじゃないでしょうかね。もちろん映画鑑賞とかね、音楽鑑賞にも使えますが、まあそういう用途に使う場合はね、イコライザーかまして好きな音を作っていけばいいと思いますね。全体の見た目はこんな感じですね。ヘッドレストにオーディオテクニカの文字が入ってます。で、横はこんな感じ。まあいい感じの見た目じゃないかなと思います。で、イヤーパッドですが、まあ柔らかくもなく硬くもなく、長時間耳に当ててもそんな痛くなることはないです。まあ密閉型ですが、耳をすっぽり覆うってわけじゃなくてね、耳に当たるっていう感じの作りになってます。で、スピーカーは中に入ってますね。こんな感じですね。で、材質的にはそんなに持つもんじゃないと思います。まあ劣化したら交換って感じですかね。もしくはヘッドホンごと新しいものを買い替えちゃうってのも手だと思いますね。ヘッドレストの両端にライトとレフトの文字がありますんで、まあ見ればすぐわかると思いますね。ケーブルはレフト側についてますね。ケーブルの長さは3メートルあります。結構長いですよね。プラグは金メッキの標準プラグとミニプラグですね。まあ普通あるようなタイプです。ヘッドレストも結構柔らかい素材でできてますんで、長時間つけてても違和感はそんな感じなかったですね。今まではソニーのこれを使ってたんですが、つけた感じはオーディオテクニカの方が私はちょっと好みでしたね。まあ頭の形状にもよるんだと思いますが、装着した感じはこんな感じになりますね。余計なツッコミしないでね。はい、こんな感じです。で、装着して耳痛くもなんないし、頭振ってもそんなずれることはないです。音質も素直だし、つけた感じもいいんで、なかなかいいと思いますよ。実際音質はソニーの7506の方が良かったと思いますが、まあ他のメーカーの5000前後と比べたらダントツにこいつの方が音がいいと思います。まあ参考になるか分かりませんが、ちょっとだけレビューしてみました。それではまた。